神の像とにとは、聖教会の人間とは、神の遺魂であるとする人間間の基礎となっている重要な概念。旧約聖書の創世紀一章26二節27節において、神は自身の像とにに従って人を創造したとされる記述があることを元にする。性法教会の現在論、全的堕落説と対比され、 聖教会と西法教会の間の重要な相違点となっている。神の形、神のに姿等と訳されることもあるが、日本聖教会約聖書では、同種の語彙につき、像と、二の訳語を用いており、他の日本聖教会関連の出版物でもこの訳語が用いられることが多い。共働きも、参照、神枠へり、人を、が等の像と、我らの二とに従いて作るべし。 人の己の像に従いて人を作り、神の像に従いて、これを作れり、これを男女に作れり。日本聖教会約聖書、参加採業における創世記部分役神がゲを持って、像と二に従って人を作ったことが、上の創世記一章26二節27節に記されている。神の像は、神に近づくための力や可能性や、出発点を、神のには その実現や完成を意味すると説明される。すなわち、人間は、初めから、完璧なものとしてではなく、成長するものとして作られたとされる。神の像は、打罪によって破損し、神のには打罪によって失われたが、神の像は破損しつつも消滅せずに残っている。そのため、どんな人間でも神の像であり続け、一人一人の人間は、かけがえのない、尊い存在であると。 聖教会では理解される。創世紀一章に示されている聖教における神とはイタリ聖三者である。神が、が等として、自らを一人称複数で示しているのは神の三位を示していると理解される。また、像がギリシャ五聖書原文で単数であるのは神の分かれざる一つの本質を示していると理解される。 これらはイタリ生産者が旧約聖書において既に示されている箇所の一つであると聖教会では理解される。人間が多様でかつ一人数とがかけがえのない子であること、他方で一つに一致し合いの交わりを持つことができるのは人がイタリ生産者に似せて作られているからであるとされる。神の像と二の概念は人が人と呼ばれるためには 神の力と働きの中に行きつつあるプロセスがなければならないことを意味するとされることもある。像とには共に神の恩寵により与えられる。像はどんな人生にもかかわらず失われないが、には人が意志と力により自分の中に取り入れなければならない。神の像とに交わりとしての人間、霊と肉体の全体性としての人間が、正教会の人間観、救済観の根底にある。 人間理解であるとされる。生体礼儀の一場面、体制入りと呼ばれる部分ただし人間は、洗礼機密、風光機密を受けて、神の荷を得ていくプロセスに入ったとしても、なお、罪を犯す存在であり、その改心のために高い機密が用意されている。生体機密は、像と荷が神から恵まれる思考の場であるとも、位置づけられる神の像と荷に,について書かれている聖書の箇所としては、 戦術の創世記一章二十六節二十七節の他にもある。創世記九章六節の記述はノインに対して言われたものであり、イアコフ公書は新約聖書のものである。すなわち、アダムとエヴァによる打罪の後にも、人には像が維持されていることには、意思によって求め得るものでありかつみにより失い得るものであることの根拠として、聖教会では理解される。 聖マクシムの遺恨ぶり航路を準備するタスクサイたち。捨て張りを着用し、オラリを肩から垂らしている。聖教会における方針例では、振りー路を用いた、ロギが行われる。これは、祭り品、宝座、福音業、遺ンなどに行われるが、さらに新品、および回収にもロギが行われる。新品、回収といった人間に、ロギが行われるのは、 どんな人間にも神の像が失われずに残存しているとする、聖教会の理解の反映であり、人間の持つ神の像への敬意を表すものとされる。また各主義党書中の祈祷文に、人が神の像とにによって作られたことついたの言及がなされている。聖教会においては、神の像として、人は終わりなく成長し発展し、限りなく尽きることなく人は神に似ていくとされる。 神に似てゆくことは、神の本性に預かることであるとされ、終わりなく、限りなく、尽きることなくと言われるのは、神が永遠であるからであると理解される。聖書上の根拠としてペトル後書き一章四節が挙げられる。聖教会は、人が神の本性に預かるようになることを、神聖と呼ぶ。詳細は、神聖を、参照聖教会においては、罪は、神との分離。 神の像の破損であると捉えられる。救いは、神との一致、神の像の回復、悪魔の敗北、苦難の終結、死の死滅であるとされる。イース・ハリストスによる十字架と復活によって、救いが成し遂げられたと、聖教会では理解される。聖教会においては、ハリストスの救いに預かるか拒絶するかは、人間の自由意志にかかっているが、救いは神によってのみ可能であるとされる。 人間は神との共働きによって生活し成長し信仰し救われると聖教会は教える。聖教会は打罪によって人間からは自由意志が失われているとするアウグスティヌスによる理解やルター及びカルバンらが主張したような全的堕落といった理解を取らない。一定の範囲のプロテスタントが主張する全的堕落説によれば人間の本性は根から堕落して 全面的な腐敗を被っているとされるが、聖教会では、このような見解は認められない。聖教会は、神の像は、困迷したのであって絶滅したのではない。には失われたが、像は失われていないと主張する。また、人間の誰もが、ハリストスの救いに手を差し伸べる自由意志を保持していると、する。高橋康幸は、聖方教会の人間観を指して、西の現在説、 正教会の人間観を指して、東の聖善説として対比して研究している。ただしここにおける、聖善説とは、人が独力で善に向かうことを意味してはいない。正教会は、神の救いに応える人の自由意志と力が、神の像である人からは失われていないという見方を、取る。正教会は、エルサレムの聖キュリロスによる、その行うことを実行する力を持っている。 あなたは罪を犯すために生まれてきたのではないからだ。悪魔は悪へのほのめかしを行うことはできる。しかし、あなたをあなた自身の意志に背かせることはできない。とのことをとる。正教会以外の教派、媒体による各種聖書翻訳も、定本の違いはあるとはいえ聖書翻訳である以上、同じ箇所の翻訳を含むが、対応するギリシャ語の単語に1対1対応する。 訳語を定めて当てはめているのは、日本聖教会約聖書のみである。例えば、日本聖書教会による交互訳聖書では、同じ箇所について、神はまた言われた、我々の形に、我々にかたどって人を作り、神は自分の形に人を創造された。すなわち、神の形に創造し、男と女とに創造された。と訳している。ヒョードル・ドストエフスキーの作品は、 聖教会側からも高く評価されるものであり、時には聖教の神髄の大弁とまで評され、特にカラマーゾフの兄弟については、聖教会における人間の救いについての基本的な考えが一応網羅されているとされる。カラマーゾフの兄弟の R2 には、ゾシマ長老の回想中の文言として、ぜー、との一説がある。ありがとうございます。